田中ウルベ美也子です。ハンセン病について初めて知ったのは小学生の時、宗教の授業中です。聖書を通して学びました。でもそれ以来あまりこの病気について考えることはなかったです。この考えることがない、これこそが我々の社会における差別の始まりです。差別の中で最も危険なことは、私たちがいつの間にか誰かを無意識に差別をするということです。もしも自分が、自分の大事な人がハンセン病になったらどう感じますか？すでに病気で苦しんでいるのに、いわれのない差別を受けたらどう感じますか？ Think now, ハンセン病。